はい、こんにちは、足ガブです。アニマルリボルトバトルシミュレーターやっていきたいと思います。今回はね、キャラクターを作成してみました。はい、まず1体目、カバッチです。元がね、カバなんですけど、2つついてます、強い武器が。赤いサングラスにこのね、カラフルなサングラスにこのおしゃれな、ちょっと大人っぽい帽子を斜めにかぶって、非常にね、おしゃれでもあります。強くておしゃれをイメージしてます。ゾウヤンです。これゾウヤンも、基本背中に強い武器を乗せています。ゾウがね、もう基本ですけど、ゾウにロケットランチャーをつけて、あとこれでなんか落とし物とかした時にね、ちょっとやっぱゾウヤン、こう拾うの大変やろうけ、これでちょっと落とし物、サングラスとこうした時に引っ掛けて取るみたいな。これで3センチぐらい刺します。はい。で、あと、前がやっぱ正面が一番攻撃を受けると思うんで、盾をつけてます。非常に強いです。で、最後私、シリカブです。これ私をイメージした魔人です。一言で言えば。魔人。もうちょっと驚かれたと思うんですけど、この左手に持ってるこの槍。これ地獄の槍。地獄の槍です。マグマから出る炎。この両方から、ブワッとね、炎。地獄の炎が出てます。で、トゲがいっぱいです。これ悪いことしたら、こう地獄でよくトゲがあるって言うじゃないですか。もうそのイメージ。股間とかやっぱ弱点なんで、もう盾つけて、あと肩の、このいかついのはあくまで飾りです。で、肩が、またこの兵器がついてます。非常に強い。この三つの兵器と、最強のマグマの槍。地獄の槍。これで、もう、一網打尽です。ということで今回お借りしたのはこれキングギドラかな。これはもう私が作ったんじゃなくて他のプレイヤーさんが作ってアップロードしてくれてるのをお借りしました。今回は敵役でお借りさせていただいてます。ありがとうございます。非常にかっこいいですね。起きました。で、まずはね、このカバッチ。カバッチが大将でカバッチ軍団、カバ軍団です。部下がね、カバたちです。このカバッチ軍団で戦ってみます。キングギドラと。非常に大きいですね。で、まあ僕が作ったキャラもね、ちょっとスケールを大きくして、実際のね、このカバたちよりも大きい。かなり大きくしております。対抗すべく。はい、ということで戦っていきましょう。では、バトルスタート。おっと、なんか吸い込まれたな。カバッチ。うわ、もう鎧とか全部剥げてる。うわ、全部取れてる。うわ、口からすげえの生えてる、これ。瞬殺じゃないか。これ瞬殺じゃないか、これ。もう一回見てみよう。あら、また吸い込まれた。ああ、なるほど。これ分かった。俺余計なもんつけたかな。なんか余計なもんつけたな、これ。多分これじゃねえか、これジェットエンジン。これが余計だったか。吸い込まれたんじゃなくて、自分から言ってるだろ、これ。吸い込まれっていうか。よし。もう一回やってみよう。では、バトルスタート。あ、吸い込まれない。お、これ撃ってる撃ってる。撃て。お、角度合わせて顔に向かって撃ってる。いいぞ。うわー、また全部剥がれて一瞬で。うわ、みんな、なぎ倒されてる。まるで相手にならないな、これ。はい、ということで次はゾウヤンの軍に、来ていただきました。ゾウヤンチームに頑張っていただきましょう。これはやっぱ大将はね、ゾウヤンです。で、部下がゾウです。まあ、かなりね、やっぱゾウヤンも大きくしております。はい、では、バトルスタート。よし、行け。カバッチ軍団の仇を取れ。お、いいね、ロケットランチャー。あ、かなりいい感じだ。お、足元を攻撃するんだ。あれ、ゾウヤンは。ゾウヤンどうした?ちょっと待てよ。今ちょっと、いまいちどうなったか分かんなかったよ。よし、もう一度、はい。いけ!え?ゾウヤンもう、なんか剥がれ落ちてるやん、全部。おいおい、みんな足元攻撃しよう。足元攻撃して、こかせ。こかすんだ。ゾウたち頑張れ。ついに出ました。シリカブ魔人。リーダーシリカブ、登場です。
カバッチとゾーヤンの仇を取りたいと思います。まあ、種族的に言えば、まあ、一応は人間なんで、部下も人間です。はい。仇を取ります。バトルスタート。いけー！シリカブ魔人！一番弱いやないか。1秒経ってないぞ、これ。1秒経ってないぞ。シリカブ魔人がしかも一番目にやられとるやないか。 0.5 秒ぐらいでやられとるやないか。いくぞ、バトル開始。いけ、どうなってんだこれ。結構苦労して作ったんだぞ、結構苦労して作ったんだぞ。色とかすごい考えたんだぞ。はい、スタート。毎回1番目に 0.5 秒ぐらいでやられとるやないか。めっちゃ弱いやん。まだカバッチとかゾーヤンの方が全然頑張ってるやん。これ近くから見るぞ。はい、はじめ。いつも何これ、なぜこういきなり 0.5 秒ぐらいでやられてるの、これ。なんでそうなるの。ノーダメージやん。キングギドラほぼノーダメージやん。強すぎやん。はい。何が当たってこうなってるの、いつも。これも後からちょっと確認するか。わかんない、早すぎて。これな、自爆？ひょっとして。今こっち胸から攻撃したよね。キャノンを放出したよね。自爆してない？これ、ちょっともう一回見てみよう。撃った瞬間なんかくの字になって倒れるな。ただやられても槍だけは絶対離さないのは偉いと思います。あとサングラスね、やっぱこれカバッチとね、ゾーヤンのお揃いなんで。ではラストバトル、ファイナルバトルスタート。いけ、ゾー頑張れ。おっと、まずシリカブがまた 0.5 秒で散った。で、ゾーヤンはどこ行ってる、後ろで倒れた。ゾーヤンもやられた。あとはカバッチは、カバッチはどこだ、あれカバッチどこ、マジで。お、カバがでも頑張ってる、カバが一番頑張ってるぞ。もうゾー部隊もやられたか、ゾー部隊もやられちゃったぞ。あとは生き残りはいない。カバッチはどこでやられたんだ、これ。よし、もう一回見ちゃうぞ。はじめ。あら、あ、そっか、なるほど、そっか、さっき謎の兵器のせいでカバッチが吸い込まれていくんだった、取ってなかった。ファイナル、今度こそ本当のファイナルバトルスタート。よし、今度は、おお、シリカブチ頑張ってる、頑張ってる。あー、やだ。お、でもゾーヤン頑張ってる。うわ、シリカブチバラバラになった。カバッチ吹っ飛んだ。あ、まだ生き残ってるか。よし、カバッチ頑張れ。あ、バンバン撃ってる、バンバン撃ってる。これいけるんじゃないか。あー、カバッチやられた。まだ生き残りがいるはず。頑張れ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 、踏ん張れ。めちゃくちゃ強いな、めちゃくちゃ強いな。結構今回はね、まあまあ時間かけて作りましたけど、あまりにもこのキングギドラが強すぎて太刀打ちできません。だけど最後ね、ちょっと思い切って兵器を外してみたのが良かったかも。少し粘れるようになりましたね。はい。ということで今回はね、これぐらいで終わりたいと思います。また何か、して、アップすると思うんで、その時はよろしくお願いします。では今回はこの辺でありがとうございました。